はい山本千代でございますこんにちは皆さんチャンネル登録とコメントのよろしくお願いしますということでねあの今も,もう本当喫緊の課題でね本当を点々5万円なんていろいろ対策とってるところなんですけどもあの私先日あの笹川平和財団であのまあフェイクニュース対策というかそのディスインフォメーション対策のそのまあ あのね、提言とかやってですね、まあ、それのまあ余波ってのはもう本当にものすごく大きくてです、ねまあ、タイミングよ,くかよかったのか悪かったのか分かんないですけどそのロシアによるウクライナ侵攻というのがあってです、ね、じゃあ我が国はという話やっぱなるわけですよねこれは本当にその物理面でその他の国から攻め込まれるリスクはどういうふうにね把握するかこれは私どもの専門外なので、まあ、それは自衛隊の皆さんとかね安全保障に詳しい方々がその特に軍事面でやってってもらえばいいかなと思ってるんですけど、まあ、我々その情報面っていうのはですねではソフトウェア っていうわけじゃないいですけど、まあ、いろんなね、えー、インフォメーションをそのどうやってうまくその適切に管理していってその、まあ、あの正しいものと間違っているものをより分けてその適切な、ね、市民社会を送るかみたいなそういう、まあ、ある意味そのなんかこう、まあ、マイルドなっていうの,は、ね、その,あの国の,その安定化にかかるこう、まあ、あ機能を司さどってるんですその点でいうとその全然その、まあ、話のこう、ね、レイヤーが違うわけですよね。で、まあ、このチャンネルでも何度かお話しててるんですけどもいわゆるその外交レイヤーと、まあ、あと安全保障で軍事レイヤーっていう、まあ、そういうそのある意味その まあ、あのフォーマルな人たちの話であってです、ねまあ、一方でその情報分野って、まあ、これは我々の生きている世界ですそれこそ、えー、ネット上でどんなその議論が交わされているのかとかあと選挙に関するその情報がねおしんととしてどうやってその分析されるのかとかあとアメリカや、ねえーまあ、EU なんかは特にそうですけどその、まああのまあ、空中偵察機によるその映像とその衛星から、ね、撮る映像とその付け比べをして今どういう選挙になっているのかを把握してです、ね、適切にその部隊を、ね、ウクライナに教えて配置させるみたいなそういうようなことをやってたら、まあ、そういうそのエビデンシャ な部分とですね、あともう一方でそのこれは我々が生息してる部分なんですけどもそのいわゆるそのあの情報分野インテリジェンスと言われるものがありますでここにおいては特にその、まあ、今回のロシアのやり方っていうのは僕らからするとすごくその、まあ、オールドガードって古典的であの、まあ、扱いやすいわけですよね。 まあこれ何なのかというと彼らは非常にこう植物的な情報提供をそのしようとするんですよでこれはこれ本当にあの別にロシアのことをそのどうのこうの言うつもりなんですけど彼ら自身のその社会環境はですねまあ非常にその闘争的なんですよね闘争というのはそのまあ戦いが前提となってそのまあできている非常にこう情報を流すイコール何かの目的があって流れるものだっていうそういうそのもう本当固定観念がロシアの中にあるんですよなのであのある情報が流れるとですねこれは絶対誰かが流している情報なのであれば 何のの目的なあとまあそこにもう一つのそのまあ留意点としてあるのはですねそういう情報っていうのは単体では存在しないんですよ単体では存在しない例えばそのまあロシア万歳っていうまあ情報がね日本国内に流れたんですよこて日本語で書かれているんで誰か日本人が書いたんだろうとみんな思わなですよねでもその日本万歳っていうその情報がたとえ大事だとしてですね この大事な情報は必ずラベリングをされています。これラベリングは何なのかっていうと、誰が発言したのか、その発言した内容について誰がピックアップしたのかって、この二つによってあの規定されるんですよ。で、そこは、そのいわゆるクラスター分析と言われるものとか、あとその、まあ、あの、まあ、ステージですね。まあ、レベリングっていう、まあ、そのどの、その、 まあ、ソサイティに対してどういうクラスターどういうそのオーソライズされた情報を投げ込んだのかみたいな結構その細やかな、ね、分析をやる必要があるんですけれども、まあ、そういったそのディスインフォメーションの流れるやり方流すやり方に対して適切な知,あの知見を をまああのまあ、提供すすするににあたって非常にわかりやすいわけですよねロシアのやり方っていうのは要はそのもう明確にその例えばウクライナとロシアの戦争においてはそのどっちもどっちだっていう議論を有識者にしてもらうとロシアがの側からするとウクライナも悪かっただろうっていうその国の、ね、世論をその動かしやすくなるとでそうするとその例えばそのロシアに対して強い経済的あの 制裁をですね。経済制裁をするにあたって、国民が反対してくれるんじゃないかという期待感を込めて。ウクライナも悪かったでしょう。ロシアも悪いかもしれないけど。っていうような、えー、議論をですね。有識者にさせるとですね。まあ、そこから、そのロシアにとって、一番、その、まあ、ベネフィットポイントが高い。利益が大きいっていうような、その、まあ、やり方になるだろうなというふうに思うんですね。ただ、見透かされるはずですよ。で、それはなぜかというと、ロシアは。民主主義、本来のみたいな民主主義の国ではないのでですね。あの、そういう、その、偽情報に対するレジリエンスが極めて。よ guay 社会なんですよねなのでその偽情報がフォワッと来た時に結構ロシアの皆さんっていうのは素朴にああそういうものなんだって信じる面があるのかもしれないですよね。で日本人からするとなんだあいつバカだなとなんでウクライナも悪いことになってんだよといいかげしろというような形で,です、ね、反論が来るわけですよね。ドカーンとねドカーンと来るわけですよ。でそれでロシアの場合はそういう反論が来た時に見えないようにするわけですよ。なのであのそれをそのレジリエンスとしてその市民の側がもあんまり持ってないんですよね。で日本ののの場合はわわわけけかんないよいよとう人が 主張したらですねお前わけわかんねえよって言って誰も削除されないわけですよまあ私はツイッターバンされましたけど <laughs> そういうあのまあそういう仕組みになってるわけですよねなのでそのそのカウンターをして論争がある状態がその民主主義においていわゆる健全な言論空間であるということがまあ言えるのです、ね、そういったその健全な言論空間に対する理解は多分ロシアにはないんですよね。 で、あの、やはりその検閲、あの、そういうその不都合な情報をその報じさせない、もしくはその発信させないっていうようなやり方で、社会を管理、統率している国の情報部門はですね、そういう民主主義的な、あの、誰が何を言っても、いきなり罰せられたりとか、いきなりそのなんか、こう、職を失ったりすることはないのだというような、その社会の言論にはあまりこう、対応してないんですよね。なので、彼らがそのいろいろぐらを組んで、このインフォメーションを、まあ、このディスインフォメーション自体を、この有識者に乗せて、こういう人たちが、 そうだそうだとやれば日本人はみんなそういう、ねえー、まあ情報に対してその整合的になるに違いないって思ってるわけですよロシア人って。でも 例えばロシア大使館がそういうふうに言ったいろんなそれこそ95%の人がロシア大使館は何言ってんだよと言っても5%の人はですねその、まあ、ロシア大使館の言いたいこともわからないでもないって態度になるんですね大体、まあ、まあ19対1ぐらいの割合でそのわけの分かんない人いるわけですよ。でこれは本当にあの、まあ、カルトと言われるものの,その,、まああの人間構成で言うとですねカルトは絶対に存在するんです。でカルトは絶対に存在するのはいわゆるそのあの本来の,その,あのメインストリームの社会に対してカウンターをする もしくは自分の存在意義を保つために変わったことを言わなければならないと思っている人がいるわけですね大体5%弱ぐらいですねでこれは少数生徒の支持割合とほぼ同じだと思っていただいていいと思うんですけどこれは確実に社会に存在でする、ね、そういう人たちに対して影響力を行使しようと思って工作をしているっていうのはまず一つなんですねでもう一つのディスインフォメーションの問題というのはそういうそのカウンターが来た時にですねよりその強いカウンターを返せるようなロジックを組んでおかなきゃいけないですよ。 そうすることによってそのあの、まあ、当初流したディスインフォメーションの一定の割合の人たちの目に留まるっていうことによって効果を表すとでそれは短期的にあいつ何言ってんだよとあいつバカなんじゃないのというような話になったとしてもですねより中長期的な影響を加えす人間の,その,あの思考の中で言うとそういえば昔そんな議論もあったなと思うわけじゃないですか。 でそ,のそういえばそんなこともあったなって思うようなことにうまくそのあの彼らの情報が上着してくれればですねえその時はなんだろうロシア大使館バカなこと言いやがってって言っても後になってそういえばあの時どっちもどっちっていう議論があったなっていうその主語とか誰が言ったかとてこの,その人間忘れてですねそういう議論があったということだけ覚えている人たちってのはやっぱりここもやっぱ一定の割合いるので、まあ、そういった人たちがあより長い目で見るとあの戦争大変だったなとでもウクライナも悪かったんでしょみたいな態度になる可能性をやっぱり秘めてるんですね。 なのであのそういう民主主義の,そのいわゆるあの変な情報に対するレジリエンス抵抗力に対してはですね、えー、やはりその、まあ、過信はしないまでも、まあ、きちんとそういうものを考えて設計をしていく必要があるのかなというふうに思いますであのやっぱりディスインフォメーションでいうと中国の影響ってのは大きいようですよでこの中国の影響ってのはもう本当に中国はあの、まあ、ロシアと違ってですね本当に大量の情報を流してきますそれは英語圏だけじゃなくて日本語圏にもたくさん流してきて、まあ、一生懸命誰が どういう形で情報を流してるのかって精査してデータベース組んで対策打とうみたいな話になってるわけですけれどもこれ何なのかっていうとですねあのロシアと違って中国はですね都合の悪い情報を消すんじゃなくて黙るっていうのがあるんですよね黙るあのそういう情報を流させない流さないあの触らない。 でそれはあの中国に対して影響力のあるその、まあ、知識人とか言論人日本にもたくさんいてですよお前どこから金もらってんだよと思いながらこう、ねえー、銀行口座開けてみてニヤニヤするような人たちってたくさん多分こうねあの数千人いるわけですよ。ロシアの ここかららするるといい倍ぐらい親中派の知識人ってわけですよねでこの中には経済的つながりを持ってる人もいれば主義主張、まあ、考え方として日本の政府に対する反権力から中国に寄ってる人もいれば純粋とね中国共産党的なそのまあ強権的なその、ねえーまあ、政治体系が好きだっていう人もいてですね、まあ、いろんなタイプでそのまあ親中国派っていうのは構成されていて、まあ、それのクラスター分けとかいろいろするわけなんですけどもこの時にですね例えばあのロシアに対するウクライナ侵攻であの中国にこ 詳しい有識者の人たちが日本語圏でほとんど喋らない何の情報も流してない中国はこういうふうに考えてるはずだぐらいの話しか流さないなので彼らのいわゆるその中国系クラスターであれだけ中国政府のことを日々饒舌に語っていた人がですねロシアのウクライナ侵,に関して侵攻に関してはですね一切日本語圏で喋ってない人っているわけです で多分この人たちの中に、具体的に中国政府等々から、いろいろね、経済的便益を受けてですね、流行を受けて、日本国内で、えー、中国に対するプレステージ、風評を上げるためのですね、言論活動を一生懸命やってる人もいるんじゃないかっていう、そのまあ疑いになったりとかです、ね、また逆に、今回ですね、えー、中国がゼロコロナをやってるので,ですね、上海とかです、めちゃくちゃ厳しいロックダウンをやって、結構人が亡くなってたりするわけですよね。 でそれらの情報っても,うもちろんね中国でいろんな人たちがその、まあ、あのこういう状況になってますっていう産状をですね、まあ、ネットに上げているものをその精査していけばです、ね、当然議論になるべきものですよね。あれだけ経済都市として栄えた上海においてですねコロナが流行ってロックダウンしとるとでそれで人が死んでるとで経済的困窮でね上海、えー、市民でその大変なことになっている人たちが少なくない数いるっていうようなことをですね事実を述べられる人でさえ えー、そういう事実を日本語で、えー、伝えないっていうような中国系の有識者の方っているわけですよ。で、こういう人たちこそ注目をするべきだというふうに我々なんかは思うわけですよ。だからやっぱりこう、あの、何を言うかっていうことだけじゃなくて何を言わないかっていうことの方が大事な場合ってあるんですよね。 でそこに関しては当然その、ね、引、えー、っかけ問題じゃないけれどもその人のアカウントに対して、ね、おめその上海のロックダウンについて何か情報ねえのかとかですねあなたは非常に上海にこう友人多いけど心配じゃないのかとかそういう水抜う、ね、き質問すらです、ね、でそれでねそに対しても無視をして,くる人っているわけですよね。 もう答え一つですよね。そういったところからどんどん炙り出していくとですね、日本のディスインフォーメーション対策のいわゆるそのまあマネジメントをやっている人たちは何を考えて日本でね、えー、日本人を惑わすために日本語での発信をしているのかっていうことも含めてわかりやすく見えていく部分ではあるのかなというふうには思いますよね。で、もちろんすべてはすべて特定の国の特定の情報部門につながった有識者の人であって、その人がすべての、えー、ツイートですね、まあもしくはその情報発信を100%そういう当局におお伺いを立ててやっている とはまあ言えないわけけですけれどもただまあそういうその本まあ根幹的な疑いになると当然リストに載ってですね何かあった時にこいつどういうところからそのね収入得てんだろうなとかってこうね興味本位いで調べるそのね担当者が出る可能性もまあなくはないということも含めてです、ね、ぜ,ぜひご承知をお聞いただければいいかなというふうに思いますよね。なのであのちょっと一連の流れで言うとその日本人が日本人の考えの中で日本人のやるべきことを日本人が決めるわけですよ。 これが民主主義の大前提だと思うんです要は国民が我が国の政策において決めるにあたって、もちろんいろんなプロセスもあるし、変なわけ,わけのわかんない人もいるけど、そういう民主主義のコストを払いながら、適切に日本の民主主義というインフラを動かしてるわけですよ。でそのインフラに対して、そのディスインフォーメーションを投げ込んで、まあ、何らか介入していこうっていうのは、まあ、非常にこう、日本のその社会インフラに対する攻撃という意味に含むも含めてですね、まあ、非常に大事なところであるので,です、ね、そこはぜひご留意いただきたいなというふうに思いますね。で、まあ、さっかりあの本当の究極 の目標は日本社会の不安定化であったりとかもしくはそのの日本の、ね、保守的なその言論を封殺した上えで社会転覆を、ね、させるような、まあ、政権交代をしたいということは多分考えていると思いますしまたそれでね、えーまあ、これ本当にあの当時のプロパガンダによるものではないけれども日本はそのやはり一度その政権交代を果たした時大混乱の地ていうすねそれをもう一回させたいと思っている人たちってのは多分まあ日本国外にもたくさんいるしあと日本の自民党政治が記念な人たちもそれに呼うする動き を出してきたときですねもう1回面倒くさいムーブメントが起きる可能性もあるのでですねそこはしっかりと見繕っていって、まあ、煽るものを煽ってえ嫌がらせをするときは嫌がらせをしてっていうことでうまくカウントをしていくいや方法はないのかなというふうに思いますこれが本来のその次の時代の性能戦人間の脳をあの対象にした攻撃ですね人間の認知に関するそのまあ攻撃をどうやってやっていくのかということの一番その大事なドクトリーの一つになると思うのですね、まあ、我々みたいなねオペレーションや る人間はともかくとしてよりアナリストを、まあ、アナリズムをやってる人たちはですね、えー、まあその辺の話もよくこう理解をして対処していってほしいなとでこれは本当に法律を作るようなものでもなくて日本の民主主義を守るためにどうすればいいのかということを考えるべきなのかなという,うものに思うので,です、ね、民主主義とは何かということも突き詰めて考えながらディスインフォメーションについて、えー、まあお考えいただけばいいかなというふうに思いますね。はいいどううもありがとうござまましした失礼します <music>